ほらまたやらかしたわ。今日は CBX400F の紹介よ。ほら見なさい、あんたたち今までと同じ。外装はいつも塗りたて。見たいとこあるならコメントしなさい。ほらエンジンも綺麗でしょ。フィンの削り出し私がやったんだから。マフラーはいつもの GO。 あんたたちもう一回言ってみなさい。それじゃああんたたちエンジンかけていくわよ。見て、一発指導でこの安定したアイドリング素敵じゃない？当然白煙もなしよ。アイドリングも安定してるし、私の見たところオイルのにじみなんかもないんじゃないの？私の身長はリング3つ分だから乗った感じこんな感じ。ハンドルは強襲犯、乗った感じはこんな感じで乗りやすいんじゃない。もういつも通り新品パーツもいっぱい入ってるし、メッキもバランスよく入ってるから、気になるとこ本当にコメントして。めんどくさいわ。ルールル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 。誰が反対側へこんでるって言ったの。フィンフィンフィンフィフィン。新品のチェーンとコムスターオンコムスター。